Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, direction le quartier d'Asagaya avec l'artiste et animateur Ohashi Manabu qui a travaillé sur de nombreux classiques de l'animation japonaise comme Ashitano Joe 2, Cobra, Genji Hiroshima, Armageddon, Mani Mani ou encore Robo Carnival. Konnichiwa. Kyou wa doumo, ii tenki ni narimashite, yokatta desu. ですね、阿佐ヶ谷を、大橋マダムです、まあ、オラモドと言います。今日は阿佐ヶ谷を、普段よく来るんですけど、ブラブラと散歩がてらご案内したいと思います。ではよろしく。ラピュタに着きました。ここは古い、日本の映画をなんか日本人でも知らないような変わった映画をやってるんですけどね。全体の風景が好きです。ここはね。こんな感じのラピュタなんですけれど、ちょっと隠れ家的で面白いですよね。たまに覗きに来ます。そこで一服したりなんかして、なかなか映画は見ないんですけどね。なんだかんだ言って、好きな場所です。ちょっとした穴場スポットですね。いい感じでのんびりくつろげるんじゃないかなと思います。やっぱり外国の人の方がこの古い日本映画とっつきやすいかもしれないね。そういう本当に自分自身は洋画の方が見ちゃうので、なかなか日本映画見ないんですけどね。でも時間があればゆっくり見たいかなっていう感じはします。そのゆとりですね。ゆとりがないの。ちょっと散歩のコースの中の一環としてここがあるっていう感じですね。アートアニメーション小さな学校と言います。アニメーター養成講座じゃないので、ちょっと変わった学校だと思います。一人一人がみんなが授業を学びながら作品を完成に向けて1年を過ごすというプランです。アニメーションを作る経験は3分の1も満たないと思います。だからみんな新鮮な感じで日々学んで楽しんでやってると思います。苦労もあるけど楽しんでると思います。金曜日の夜担当です。やっぱり個々のひらめきを、一番重点的に変えるんじゃなくて拾いたいという風な趣旨でやってます。15歳で東映動画っていうところに卒業と同時に入ったんですけど、それが52年前ですね。フリーアニメーターっていうよりさまよいアニメーターって言ってるんですけどね。クラウドはロボットカーニバル のオムニバースの一編で8人ですとか、大友克洋さんがオープニングエンディングで、みんなが自分の好きなように作るけどロボットっていう共通のテーマがあれば OK っていう依頼だったので、そのクラウドの元になるのが雲と少年っていう本が、少年が歩いていて雲が流れていくのは少年の心情を表した一連の映像史みたいな感じになって、それはアニメーションでやるつもりなかったんですけど、話が来た時にじゃあ少年をロボットに変えようかってことで、本当は1日だけ悩んだんですけど、1日経ったらやることに決めたのがロボットカーニバルです。それからもう迷いなく10ヶ月やりましたね。それがクラウドですけど、一番8人の中で一番先に終わったそうです。
これが自慢ではない、自慢ではないけど自慢ですというのはいつも遅いからいつも最後までやってますよ。このロボットカーニバルだけはトップバッターで終わりましたということを言っとこうかなこれはちびねこ友です。もう3年前ですか、完成して劇場公開としてはちゃんとして公開はないけれど、今一生懸命ブルーレイをファンドで募って制作中です。それで中村龍太郎監督の処女作ということで、冒険っていうぐらいだから何回見ても最近は面白くなりますね。これは海外にもね発展して、逆に海外で公開されたりしたら嬉しいなっていうふうに思っています。いろいろ変わってきたんですよね、アニメーションについてはね。本当に絵が動くってことがね、楽しくて始めたアニメーションですけど、挫折もね何回も繰り返してんです。で、上手い人が東映にもいっぱいいたし、あちこちに上手い人がいてね、上手い人に、近づこうとして近づけないとか、自分が未熟であるとか、そういう経験をしてね何度も何度もやめようと思ったんだけど、やっぱりなんか刺激になる作品が世の中にこう出てきて、こうムクムクとこう呼び戻されるって感じでね、それを繰り返しながら50年ぐらい経っちゃったんですけど、その中でもやっぱり良い監督との出会いとかね、その辺は大きいかなって感じで、あと作品に惹かれるキャラクター、原作何か一つこう引っかかるものがあれば、その夢にかけてもいいかなっていう感じがするんですよね。でも総合的に言えば面白いかなと思います、可能性としてはね。 CG が最近よく分かんないんですけどね、 CG よりはやっぱりアナログでずっといきたいなと思ってます。誰かに頼って何か表現してもらっちゃうのはつまんないですよね。真っ白いところから本当はやりたいんで、だから絵コンテもねちゃんと 80点か90点取れるような絵コンテ書いてもらっちゃ困ります。遊びができないし、昔は東映の人はもう本当に顔なんか描いてないし、マルチョンで人形みたいに描いてあるけど、アニメーターがそれを清書してね生かしたりなんかして、各人がこうリレーでバトンするたびにね脚色っていうか付け加えていくんですよね。それを最初からトップバッターの人が完璧な絵を描いたら、それを拡大して写すだけになっちゃうので、全くゼロからの出発点がアニメーションの醍醐味だと思うので、そういう意味でね小さな学校はゼロからやれるところがあるので、そこ最大の魅力で惹かれて現在形に至ります。皆さんに教えたい言葉というより、日本的なんですけれど、毎日寝起きにやっている儀式みたいなのがありまして、言葉になるかどうか分かんないんですけど、それはよー今日も行くぞっていう意味で、今日もよしっていうのがなんですけれど、あんまり言葉になってないので、もう一つやりますもう一つをやるっていうのは友人たちに、よくメッセージとして静かにガンバっていうのを最後につけます。ガンバはガンバの冒険のガンバです。だけど日本は頑張れってすごく頑張るのを強く言うので、そんなに燃えずに、冷めすぎずに静かにガンバっていうことを伝えたいと思います。割と気に入ってます。どうでしょうか今日はありがとうございました。いろんなアニメーションがありますけど、この前若い人と話したら、それも知らないの、あれも知らないのっていうぐらい知らなかったので、
いやもう話できないよって見てくれなければっていうふうに思ったので、ちょっと昔の名作もね勉強して見てほしいなと思いました。じゃあちょっとまだ授業がありますのでこれで失礼します。よろしくお願いします。